まちろチャンネルです。こんにちは、こんばんは。ボナルチャンネルのまさです。ボナボナ、皆さんこんにちは、 JT チャンネルのごっちんです。よろしくお願いします。はい、今回ですね、コラボということでボナールさんがいつも撮影しています浮輪スポーツ立川店さん。そうです、庭です。庭っすか。いつもお世話になっております。こちら何回ぐらい来ました？20もう知ってるね。いや、マジで言ってる。マジですよ、うん、自分は初参戦なんですよ。はいはいはい。こっちんさんは、はい、初めて、はい、今日初めて来たってことなんで、まあ、2021年の新しい野球道具をちょっと見ていこうかなというふうに思います。はい。で、ちょっともうさっき一周させてもらったら、自分が SNS では見たことあるけど現物見たことないとかあったので、うん、うちとボナールさんとこっちんさんでちょっと気になるのを見ていこうかなと思います。わかりました。こちらどっちが行きますか？僕が行かせていただきます。早速なんでね、気になるの。わかりました。早速じゃあ中入って店内見ていこうかなと思います。はい、じゃあ行きましょう。はい、ゴーリアした。はい、皆さんちゃんと消毒はね、してください。消毒はね、はい、もうあの滝のように浴びてくださいよ。し、というわけで、はい、やってきました。ちょっと気になってるのは公式ちょっと見に行きます。はい、こっちですね。はい、さあ結構メーカー数も多くてびっくりしたんですけど、自分がその SNS でチェックしたものっていうのが、うん、水のプロのここです。そうなんですよ。皆さん結構驚かれるかもしれないですけど、水は置いてるんですよ。そうそう、結構どこも置いてます、ね、自分がこの前オーダーしたやつとか 5DNA テクノロジーっていうのがあるんですよね、この今上に並んでるやつが、うん、なんですけど、この前自分がツイッターがなんかでチェックしたのが、うん、この2個下の段、ここ見てください。これが新しいやつなんですよ、2021の。こことかあんまり見られないですよね。3つになってます、ね、うんうん、でそもそもこのシリーズ何なのかっていうと、補給面見てください。書いてありますね。ここクラフィットエディションですね。はい、説明こっちにあって、開くとこんな感じで選手のモデルが8名あるんですけど、まあ日本人のモデル、ここ結構よくカタログとかで出てる菅野投手とか坂本選手とかいるんですけど、左側このメジャーリーガーの方が今回出てるんですよね、日本の普通の水野として。でこれがそのグレゴリウス型66,000円。これだって税抜きですからね、多分税込みっすよ。嘘でした。税込み66,000円。はい。で、日本で言うと坂本選手モデルがさっきこの隣あるんですけど、パッと見まあそんなに違いないじゃないですか。うんうんうん。H-Wave で。確かに。ただこれがメジャーリーガーのモデルっていうのがあって、うん、メジャーの選手の打球が強いからなのか、下が3本なんですよ。3本っていうかバッテンが3つあったり。なるほどね。はい。あとちょっと日本の水野っぽくない浅いのかなって感じしましたね。ちょっと。このメジャーリーガーシリーズって出てるんで、これが公式用のモデルになってます、はい、とか下これ外野手用、おこれはこれ上林選手モデル、うんうん、はい、まあ、上林選手モデルは日本にもあるので軽く見て、うんうんうん、そのメジャーリーガーモデルがどうあるのか、これ違うな。じゃあちょっと軟式見ていきますか。軟式にもこのシリーズがあるので裏行きましょう。軟式にもあるんだ。軟式ありましたね。本当だ。そうですね。シモンズ選手モデル。前回実は僕らここ見たんですよ。はいはいはい。でこれがめちゃくちゃかっこいいと色が。はい。ただそれしか気づかなかったです。ああなるほど。にわかですね、完全に。そんなクラフテッドエディションだったと。有名なシモンズ選手ですね。ですね。これもまあ下同じですね。本当だ。点3つになってますね。うんうん、このグローブすれば160キロでね、ショートから送球。いやそうです。そうですよ、ね。鬼型ですからね。しかもこれ色がレッドなんだよね。あ、そうですね。これレッドなの。これがレッドなんだ。この一色があっても高校野球は使えないってことですね。そうそう、はい、まあ、これに関してはここネイビー入っちゃってるんで、もう高校野球使えないんですけど、このここですね、レッド。レッド&ディーブルー。ディーブルー、はい。ダークブルーね。レッドってあんまないですからね。うん、結構みんなスプレンデッドオレンジとかあるじゃないですか。はい、これはサイズが9。なので坂本選手と同じ大きさですね。ショート向きぐらい、ね。ショート向きぐらいかな。はい。はめるとどうですか？これはでも結構坂本選手に似てるかもしれないです。ちょっと縦に使う感じでしっかり掴むっていう感じの。まあここがちょっと気になりますよね。水野で日本はあまりない3本とか。はい。これちょっとですね、公式やってる方とか。なるほど。あと本当に、まあ、最近強い打球ショートで負けてしまう人とか、うん、ちょっと注目かなっていう。あと紐が浸透紙じゃなくなってるね。あ、そうですね、はい、うん、ちょっとその辺のこのメジャーリーガーシリーズチェックしてほしいかなと思います、
っていうのがちょっと自分が気になってた水のプロの2021の新しいモデルになります、はい、で最後にですねこの 5DNA のブロンド、水のプロで新しく出たんですけど高校野球対応カラーということでブロンドにブラックの紐でステッチもブラックになってます。内野手用のサイズ9センターポケット普通ってやつなんでこれもですねちょっと新しく水のプロ出てますのでチェックしてほしいかなと思います。金額は税込み6万500円ですね。っていうのとこの 5DNA のブロンド水のプロがなかったんでこれまで定番ではちょっとこちらもチェックしてほしいかなと思います。はい、っていうのが自分の気になった水野です。いい視点をやっぱ持ってますわ。はい、マサさんは何かお店で気になったものありました？あります。お、じゃあ行きましょう。さぞすごいものをね見せてくれるんでしょう、はいはい、やっぱりこのまずお店の顔ですよね。はいはいはい、入ってすぐのところですよ。はい、なるほど。これこれですか？消防も徹底してるはいはい、はい、入ってすぐだね。入ってすぐ、まあ、ここが一個素晴らしいところですね。さっき素晴らしいです。入りましたよ。そして今日雨ですから入りました、はいはい、そう、傘こちらです。これも最近 SNS で見ただけで見ましたね、僕も、はい、アンダーアーマーの今年のキャンプのやつでしたね、はい、キャンプで使ってるアンディナイアブルです。軟式クラブの2021限定デザインっていうのでそうです。毎年出てますもんね、なんか派手なやつが。そう、はい、一番かっこいいやつです。これやばいっすね。金子千尋投手とかがインスタかなんかにちょろっと上げてたんですよ。あ、そうなんだ。確か、はい、なるほど。どうですかこれパッと見とマサさんの印象としては。いやもう速攻で買おうかなと思います、はい、しかも今こっちの補給面で思ったけど、はい、アンダーマーってここにあれないですね。そう、これが逆にかっこいいですね、うん、ある意味軟式用の限定で38ですね。まあまあまあいい値段は、まあ、軟式からするともうほんとトップクラスレベル。そうですね、ちょっとトップクラスですね。個人的にすごく好きなのがやっぱアンダーアーマーのラベルって金色のイメージなんですけど、ここまで青にすると。そうですね、これはどうなんですかね、今年青が来るってことなんですかね。いや完全に僕に合わせマサさんがお好きだから、はい、買いなさいよあなたもでグラブとモデルとしては3つなのかなかな、多分これが外野手用の方で、これが内野手用ですね。そうですね、でピッチャー用と、うん、刺繍とかも入っててちょっとおしゃれかなというふうに思うので、はい、アンダーアーマー好きの方限定好きの方チェックかなと思います。アンディナイアブル、これどういう意味か分かりますか？マサ今検索してましたよね。そうですねこれまずディナイ、否定するっていう意味なんですね。おアンディナイなので、アンっていうのは打ち消しなので、否定しないの打ち消しなので、明白な、明白なとか明らかなとか、うんうんうん、そういう意味になります。なるほどね、うん、明らかに違うぞと、そのグローブはこのグローブついに出たぞと、そういう意味だと思います。なるほど、はい、これって今1個ずつしか在庫ないんですか？へえ、マジでそうじゃん。じゃあ僕今日僕がこれ買ったら2つですよ、うん、では皆さんのために取っときますよしょうがないからっていう感じですかね。ですね、はい、っていうのでアンダーアーマーのキャンプ限定デザインのグラブになります。そうです、はい、ありがとうございます。じゃあラスト、ごちんさんがどっか行ってるんで行きますか。一旦切る。痛い、はい、はい、というわけで今自分とマサさんがグローブ見せてもらったんですけど、ごちんさん今本当に個人的にでいいので、はい、なんか気になっているもの、はい、なんかありますか？個人的に気になってるのはもうバットです。バット、おバット、はい、バットですね、はい、バットもなんかあれですか、今使ってるのとかは。今使ってるのはチームで持ってるあのハイパーマッハ、はいはいはい、使ってるんですけど個人用に欲しいな。個人用に、はい、ちょっとじゃあ行きますか。バットコーナーですね、はい、はい、お願いします。こっちですか、はい、こちらが軟式バットですかね、はい、まあ、最近で言うとリアルフラッシュとかレガシーとか、うん、レガゼロ一番、はい、あレガゼロとか来てますけど、今使ってるのはありますか？ちなみに今使ってるのがこれ、これですね。結構レダッツバットや、これですね、ハイパーマッハ3、はい、初速が速くてライナーとかゴロで間を抜けるバットですね。うそういうバットなんですね。そうなんです。あとちょっとまあ軽量っていうのが、あ確かに軽い、めっちゃ軽いからすごい振りやすいです、はい、まあ、女性でもしっかり振れると、うんうん、これがチームにあるってことなんですけど。そうですね、もし個人用で買うなら、個人用で買うなら本当はこの色がいいなって。あ、これですか、はい、うわ目立ち目立ちたがりやこれはジュニアっすね。そうですよね。あ、本当だ、イエロー、ジェイゴだ、ジェイゴ級となると、はい、オレンジですかね。オレンジ、はい、え、ちなみにそのカラーが派手な色がいいっていう理由はあるんですか？はなんか派手、威嚇威嚇威嚇かっこいいとか攻撃力がさ、ちょっとポチエナとか夏、夏そうです、威嚇してちょっと強そうに見せる。あ、いいっすね、はい、
ハイパーマッチョということで、はい、ハイパーマッハ3の重たい版なんですよ、はい、ちょっと中距離ぐらいの、ね、そうです。でも確か690なんですよ。軽っ。そうなんです。ハイパーマッハ何グラムですか？640。軽っ。女性のパワーを考えたらやっぱり640ぐらい。となると、これはまあカラーは良かったけどみたいな感じです。これはどうですか？これも、いや、これも威嚇できそうじゃないですか？これ威嚇できそうですね。すごっ。なんかピッチャーがさ、目チカチカしそうなの。威嚇です、それが。それは何ですか？ハイパー。この辺が、あ、これは3の威嚇版。なんじゃそれ。これどうですか？これが同じですかね。これトップバランスですね。でも650g。ピッチャー心理で言うと、バットの柄よりは、例えばレガシーとか来た方が、ってなります。一時期レガゼロが流行った瞬間で、相手チーム勝ってた時は、あ、やばいってなりましたね。あまりでも投げられない。女子野球ではそうかもしれないですね。確かに、ね、女子野球はもっと見た目の方が、ね。じゃあ、その逆転の発想でいきましょう。青弾にしましょう。逆にやべえぞ。ケバット。ケバット。まあ、いろんな考え方ありますけどね。うんうん、そうですね。っていうのがちょっとまあハイパーマッハの別カラー、いいですね、いろんな柄が出てるんですね。そうですね、カラーで楽しめると思います、うん、はい、っていう感じですかね。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで本日は時はスポーツ立川店さんで新しい道具だったりとか気になる道具っていうのを見ていきましょう。最近この企画はあんまやってなくて、お店でこう大きいお店で撮影がなかったので、ちょっと自分も多分今年初かなぐらいの感じだったので、多分皆さんも今 SNS で見てるけどちょっとお店に行けないとかいう方は、ちょっと水野のブログとかアンダーマーとかチェックできていい情報だったんじゃないかなというふうに思います。また何か気になる商品とかありましたら紹介しますので、チェックのよろしくお願いします。今回コラボしたボナールチャンネルさんとゴッチーさんのチャンネルを貼っておきますので、動画の概要欄からチェックしてみてください。お願いします。お願いします。それでは今日のチャンネルは以上です。オーリーショー。そして2月のプレゼントはこちら、ハイゴールドの新ムートンを4名様にプレゼントします。新ムートン何が変わったかと言いますと、ロゴが新しく変わったそうです。3000円超えるムートン、こちらを4名様にプレゼントします。そしてもう一つはこちら、サブチャンネルで1名様にプレゼントしますので、同じ条件でやっております。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。当選発表は2月の28日に行います。たくさんのご応募をお待ちしております。エウリュッシュ。2020年12月オリジナルブランドを立ち上げました。こちら GS グローブ、内野手用と外野手用が販売されております。そしてこちらは GS スパイク、2つとも動画の概要欄からチェックできますので、チェックの方よろしくお願いします。